野村古道女記者の役割おおやお揃いだねカフェシレネのドアを押して寒い風と一緒に飛び込んできたのは関東新報記者の早坂勇あだ名を「足の勇」という筆より足の達者な男でした。 綾坂くんかい。どうだい、景気は。声をかけたのは、高木哲也という東京新報の花形記者で、足の勇とは商売がたきにあたるのですが、敵外心よりは友情の方をとっさり持っていようという、優秀な感じのする若い男でした。ボーナスかいええやもう、とても使い切らないほどもらったよ。少し融通しようかあら 綾坂さん大変な景気ねいやほう助も一緒か珍しいことがあるものだね23人の新聞記者に囲まれて華やかな笑顔を向けたのはその花枝という同じ大東京新報の婦人記者筆の立つのと素性のわからないのとそれよりもずば抜けて美しいので有名な女でした わざと職業婦人らしくほのかにぶどうがかった灰色うすらしゃの地味な様相に美しくウェーブさした毛を白い首筋の上へ無造作に束ね黒毛の大街灯を椅子のもたれへ跳ねのけたなあるダンサーにもないような美しい両足をテーブルの外へ重ねて反らせた様子は少しおてんばではあるがまたなくスマートに可愛らしい感じのものでした。 ケーキとといっったってボーナスのことじゃないよ。その口はどうせご同様だが今晩はもう少し面白い話が始まってるんだ高木哲也はウイスキーを一丁イサの勇のために作らせながらその花枝と顔を見合わせていたずらっこらしくにっこりしましたその青年記者のロイド眼鏡の底に光る鋭い目とヤギひげをつけた可愛らしい口元は 顔の表情に一種不思議な矛盾を感じさせますなんだどうせ金儲けの話じゃあるまいまっすぐにぶちまけてしまいなつまりその賭けなんだよ相撲の春場所かい今頃野球でもあるまいそんな古風なんじゃない新聞記者冥利に徳種競争をしようというんだ ほぉー。足の勇も少しあっけに取られました。特種競争などという言葉は今まで聞いたこともなかったんです。賭けは今日から始まるんだ。一番先に特種を取って天下をあっというしたものに、みんなで言いなり放題をおごろうというんだよ。面白いな。そんな話なら俺も一口入れてもらおうじゃないか。 気の毒だが東京中の一流の料理屋をしらみつぶしに二三十軒飲み歩いてみせるよ芦野勇はズボンの上からすねをたたいてニヤニヤとしております新聞の徳種競争をマラソン競争と間違えそうなところがこの男の心情ですなるべく大勢各社を網羅した方がいいが一度入ったらあれは冗談だなんて言っちゃいけないよ そんなことを言うもんか特ダネの条件は一社一人よがりの種ではダメだその特ダネが新聞へ出たら最後東京中の新聞がいやなしに引きずられてついていくような種でなくちゃいけないアチ動物園のオサルが子供を産んだくらいの種じゃダメだぜくどいな高木俺にはちゃんと生産があるんだよ 本当か本当にも嘘にも。今日は土曜日だろえー、っと、関東新報の遅くも火曜の長官で、お前たちがみんな目を回すような経典同地の特ダネに出っこすぜ。大丈夫か何を言うんだ気は確かか何を言うんだとは何だ見くびってもらいたくないね。 ところがね早坂君俺の方にもとっておきの種があるんだよへえ敵にもまた節があるってわけだねありがたいな相手に用意があると聞くと張り合いがあっていい言うことが大きいねボイさんカクテールを一杯ずつ人数だけだ前祝いに検事よ どこいその女子はアルコホールでもあるまい。お人柄だけに甘いものでも差し上げてくれ。足のムはいい心持ちそうに大束を決めております。ム、大層な勢いだな。折からドアを押して入った一人。足のムは肩に手を置いて、目は高木、園、何がし何がしと一座に会釈し,しております。えっ びっくりさせる誰だだなんだ兄貴かイサ勇には大先輩関東新報社の社会部長千草十次郎という名記者ですバカに驚くじゃないかまるで教場持ちみたいに嫌なことを言いっこなし教場なんか持っちゃいないが真っ正面に美しい方がいるからちょっとしたことにも虫が起こる。 あら、綾坂さんそのお花枝は少し顔を染めて芦ノ勇をたしなめました狂心を発した顔は咲きたての腐葉を見るようなかぐわしい美しさに輝きますちぐ<に>さんちょっとお顔を。 一足先にカフェシレネを出た千草十次郎は闇の中からこう呼び止められましたどなたです隣の洋品店のショーウィンドウの前へ立ち止まるとついてきて同じ明かりの中へ顔を出したのはつい今し方までカフェシレネの隅っこに一人で養子をなめていた勤め人風の男でした私がわからないかな ソフトをとっっおとととなななでいはののよようここれれれもないそたたたわすがにかくその辺までブラブラ歩いてみよう両手をポケットに突っ込んだ花房探偵は千草十次郎を誘うともなく 黙々として銀座からすきやばしの方へ切れます。どんなことが起こったんだ？話してくれなきゃ気になるじゃないか。ちぐさ十字郎がこう言ったときは、二人は日比谷公園の露払台の上へにわの十四松のように押し並んでおりました。もう十時を過ぎたでしょう。銀座あたりはまだ良いのうちでしたが、公園の中はすっかりふけて。 街の遠寝が波の音のように聞くのさえなんとなくめいる心持ちです実は花房一郎はようやく口を開きましたそれでも言っていいか悪いかしばらく支援をする様子でしたがやがて思い切った調子で言葉を継ぎますやはり君には話しておいた方がいいだろう実はこうだ今日10時頃 園田太郎氏から電話で至急事務所の方へ来てもらいたいというのだ園田氏というと言うまでもなく前の外務大臣で今は外交研究会の会長だが口ぶりに何かしら重大な匂いがあるから大急ぎで飛んでいくと果たして大変永田町の外交研究会の事務所へ夕べ泥棒が入って金庫の中から 一番大切な機密書類を盗んでいったという騒ぎだ外交研究会は歴代の外務大臣にとっては小ジだと言われているくらい外交上の重要な問題は一応ここで研究討議されないものはないとまで言われているそれは君の知っての通りだところで盗まれた機密書類というのは外交上の重要な覚書で 万々一新聞にでも掲載されるようなことになるとまず現内閣は間違いなく潰れるだろうし外務大臣の大話をはじめ外交研究会の園田氏そのほか委員一同腹でも切らなければ収まりのつかないことになる千草十次郎は思わず固唾を飲みました事件の重大さがわかるにつれてそれを軽々しく打ち明ける探偵の真意が飲み込めなかったのです どうして取ったかというと実に簡単だ花房一郎は相手の思惑などに構わず話を進めます外交研究会は普段は至って換散だから3人の書記が交代で泊まることになっている夕べの泊まり場に当たったのは小芝静雄という定石の書記で元園田氏の秘書をしたこともある男だからまず絶対に信用されている人間だ それが宿直室のベッドの上でクロロホルム臭いハンケチを顔へ当てられて死んだマグロのようになって眠りこけていたんだ小遣いが発見してうろうろしているところへ他の書記が出勤してきて大騒動になり園田氏に電話をかけて早速来てもらって調べると会議室の金庫に入っていた一番大事な機密書類がなくなっている。 これにはソロだも青くなったそうだ一つ間違ったら腹切り道具だから新聞へ機密書類の内容が掲載される前にどんな犠牲を払っても取り返したいというのも無理のない話だところで問題の性質上この事件はごく内々に始末をつけなければならないうっかり新聞記者の耳にでも入ったら大変なことになるもっとも 君も新聞記者だが。花草一郎は幹事として振り向きました千草十次郎は不用意にこの名探偵の友情語を見せられたような気がして不安のうちにも何とはなしに心強さを感じます温かいところへ行って話そう事務所にはまだ園田氏がおられるはずだからこの機会に君を紹介して一肌脱いでもらうことにしておきたい。 僕でも役に立つようなことがあるかしら2人はそのまま口をつぐんで永田町の方へ登っていきました雲模様の冷たい風が無人の坂道を吹き上げて時々着るいじみた自動車が恐ろしいスピードで2人のそばをすっ飛んでいきますなんという嫌なんだろう花房一郎は腹立たしそうに肩を縮めます 日頃快活な男が今晩に限ってこんなに不機嫌なのは機密書類紛失という事件以外に何か人知れぬ屈託があるのではあるまいか千草十次郎はふとそんな疑念に閉ざされて肩を並べた探偵の横顔を差しのぞきました三。 会長室に居残って果てしもない憂鬱な瞑想にふけっていた園田慶太郎は帰ってきた花房一郎の顔を見るとわずかに平常の冷静を取り返しましたなんか手がかりがありましたか花房君。あるともないとも申し上げられませんそれはとにかくご紹介いたしましょうこれは関東新報の千草十次郎くん この事件について何かと助力してもらわなければなるまいと思いまして私から頼んで一緒に来てもらいましたチングサさんさいや、よよく存じております。ようこそ。花房一郎の後ろから進み出た記者を迎えて園田しの顔からは名残なく屈託の色が消えましたそして政治界や社交界で飛ぶ鳥を落とすといわれた持ち前の管轄さにかえって 応用な笑顔さえ向けますすとんだ災難ででいやそのことです警視総監に無理を願って特に花房君に秘密に調べてもらうことになりましたが何分事件が重大ですからご助力を願います千種さんのような方が新聞記者としての立場から観察されたら思いもよらぬ巧妙が見いだされるかもしれません 千草十二郎を見た刹那は幾分不満足らしい様子でしたが練れた人物だけに思い直してこうわだかまりなく歓迎の手を差し伸べます千草くん現場をお目にかけようこっちへ来たまえ花房一郎は潮時を見て会長室の一方のドアを開けましたさあどうぞ園田氏の声を後ろに聞いて 二人はそのまま問題の会議室に入っていきます。そこはかなりの広間で、マホガニーの大テーブルを王子型に配置した上には、素晴らしいシャンデリアを三つまで下げ、クリーム色の壁にくるみ色の鏡盤の腰張りを回して、安い壁紙などを一枚も使わないところに、場所柄らしい威厳を示しております。黒大理石で貼った大きいファイヤーブレースには、 夕刻まで続いた会議の名残と見えて燃えさしの石積みが少しばかりの炎を吐いているのも物々しい情景ですこの金庫に入れてあったのだ合鍵を使って雲なく開けている会長席の横手壁の中へはめ込んだ大金庫は厳重なドアを明るい日に照らしてはおりますが実は泥棒が開けたまままだ鍵がかかっていないのです このの部屋の入り口は2つ1つは今僕らが入ってきたので会長室に通じ1つは反対側から廊下を隔てて食堂の戸口と向き合っているのだ窓は厳重に閉ざされていて何の異常もない犯人は裏の堀を乗り越えて食堂の入り口のガラスを1枚叩き割り差し込んだままになっていた鍵をひねって楽々と入ったのだ 小遣いは内緒で飲んだ寝酒が効いて何にも知らずに熟睡していたらしい犯人は食堂からまず宿直室へ入って小柴書記の顔の上へクロロホルムを浸したハンケシを乗せて麻酔させこの会議室に入って悠々と機密書類を取り出し入った道を逆に取って落ち着き払って出ていったものらしい4 ところで千草君ぜひ君に判断してもらいたい問題があるんだが花房一郎は千草十次郎の手を取らぬばかりに金庫へ近々と立たせましたその金庫をはめ込んだ壁になんだか文字が書いてあるだろうなるほど見るとちょうど金庫の肩のあたりにクリーム色の壁の上へ鉛筆でふとふとと「しばらく」 借りていくと2行に書いた文字がありますそれを見て君はどう思うそう千草十次郎はしばらく心銀しましたが何か言わなければせっかく誘われてきた甲斐がないように思ったのでしょうおそ恐るおそるこう言ってのけるといや 花草一郎は断固とした調子でそれを否定しましたそれではこの落書きになんか特別な意味があるというのか素人の悲しさ反対されるとたちまちタジタジになります私はあるだろうと思う非常な危険を冒して機密書類を盗み出した犯人が無意味ないたずら書きをして証拠を残すような愚かなことをするはずはない 私はこの2行の文字から少なくともこれだけのことを判断することができると思う例えば第一にこの犯人は機密書類のコピーを取って本物を返すつもりでいるらしいしばらく借りていくと書いたのはそのためだ機密書類のコピーを取って内容だけを盗もうとする者はさて何だろう私は 現内閣を業かそうでなければ機密書類の大きいニュースバリューに目がくらんだ新聞記者の仕業だろうと思うこの機密書類のほんの一部分を公開しただけでも天下は京都して蜂の巣をついたように騒ぎ出すだろうその場合には機密書類の本物を手元へ置いて家宅捜索を受けたり起訴されたりするのは愚かなことだから コピーを取ったらさっさと元の場所へ本物を返すに決まっている第2にこの犯人は十中八九まで新聞記者だろうと思う君は変な顔をするが決して私は当てずっぽうを言っているのではない花房一郎の顔にはなんとなく自信が満ち満ちて、一句一句千草十二郎を説き伏せるように迫ってきます政治頃の仕事なら、 こんな落書きをするにしても、万年筆か、少なくともシャープ鉛筆を使うところだところがこの鉛筆はこのとおり芯が太くて色にムラがあって粉を吹くところを見るとよほど粗悪な石木を使った一番かともな品だろうと思う東京の真ん中でこんな鉛筆を使うものは新聞記者のほかにはない 新聞記者が贅沢な万年筆やシャープ鉛筆を使ったんでは1時間に2300行も書くような恐ろしいテンポの速い原稿は書けないということだこれは君から聞いた話だから嘘ではあるまいそしてその原稿を書く武器は社からダースで支給する恐ろしい粗悪な雑用鉛筆だということではないか 新聞記者のポケットにはこんな鉛筆が23本きっと忍んでいることは私もよく知っているさて第3にこの犯人は身の丈5尺一寸前後体の非常に軽快な子男だこれは説明するまでもなく探偵術の処方を応用すればわかることだ人間は壁などへ物を描くときは必ず自分の目の高さに描くものだ この文字の高さから見ると犯人はかなり小柄な方で君のようなのっぽでないことだけは確かだ話はだんだん具体的になって千草十次郎の頭の中にも犯人の風貌を書き出すことができるようになりましたそれで犯人の見当がついたのかいやついたようなつかないような実を言うと君をわずらわして 最後の決定をしてもらうためにここまで誘ってきたのだ。と言うと今晩そのために私はあのカフェシレネへ行っていたのだよあそこは新聞記者の巣見たようなところだから出入りの人の話を聞いているうちになんとかヒントをつかむことができるかもしれないと思ったのだで果たして君も聞いた通り あのカフェで特ダネ競争というのが始まった僕も後から言ってよくは知らないが言い出したのは何でも東京新報の高木哲也君だとか言ったぜしかし23日のうちに経典同地の特ダネを提供してみせると言ったのは君の社の早坂勇君だったと思うが何謎は読めました 花草一郎は足の勇を疑って同じ社の監督者の地位にある千草をここまでおびき寄せて口裏を引いてみたのですそんなバカなことがあるものかあの正直者の勇にそんな大それたことができるはずはないいやしかし断じてそんなことはない第一あの壁の上の字は足の勇の字とは少しも似ていない けれども手を変えて書くということがある上手が手を変えて下手には書けるだろうが足の勇のような名題の悪質がどんなに手を変えたってあんな器用な字が書けるわけはない勇はそんなことをする男じゃないよ俺は保証するそれに機密書類を盗んで新聞に発表する気なら社会部長の俺に相談をしないってはずはないぐさ十次郎は 必死と足の伊佐ムのために弁じましたが、花部左一郎の根強い疑念はこんなことではなかなか溶けそうもありません。5そんなバカなことがあってたまるものか！足の伊佐ムは盗みなどのできる男じゃない！必死と交渉してみたところで、ジングサ十次郎には。 一つも反証というものがないのです。しかし何を感じたか、花草一郎は強いて争おうともしません。よし、君の意見を尊重しよう。一つでも二つでもいい。犯人は早坂君ではないという証拠を示してもらえまいか。僕もあの男はよく知っている。大抵のことなら、あの怪談師にお面を着せたくないよ。証拠はたくさんあるさ。 引きずられるよううに、千草十二郎はこう言ってしまいまいす例。例えば例えば名探偵と言われた花房一郎の見込みを一瞬にして覆すような反証が熱心より他には何にも持っていない素人の手に入るでしょうかこの友達思いの新聞記者はしばらくは物をも言わずにシャーロック・ホームズのようにその辺り中を探し回りました これだ不用意に壁へ物を描くときは人間の目の高さに描くものだと君は言ったね。ああ、言った。不用意でなく自分の身長を隠すために企んで描いたとしたらどうだ何花房一郎は愕然として立ち上がりました。これを見たまえ。この鉛筆の字の縦の棒は筆始めに力が入って、 下の方へ行って力の抜けるのは何のためだ背の高い人間が背の低い人間の描いたように見せるために顎の下の辺りの見当を描くと鉛筆の先が下向きになるからちょうどこんな字ができるよ花房くんそれでもこの字が背の低いイサ勇が描いたものだろうか千草十次郎は外貨を上げたいような心持ちになりました それから、足の勇がどうして金庫の合鍵を手に入れたか。合鍵くらいはどうでもなるとしても、金庫なら合言葉があったろう。園田氏と何の関係もない足の勇が、そんなものを知る道理がないじゃないか。勝利はもう千草十次郎のものです。傘にかかって言うのを黙って聞いていた花房一郎は。ありがとう。 これで私の自信が決まった。いやとんだ心配をさしたが少しでも疑念のあるところは最後まで突き詰めて研究しておかなければならない問題は金庫の合言葉がどうして漏れたかということに集中してくるようだもう一度園田氏に会ってみようこう言ってきびすを返そうとするとちょうど帰り自宅をした園田氏は 街灯を羽織ったまま帽子を手にして二人の前へ現れました。私はこれで失礼しましょう。後には初期を二人止めておきますから、何なりと御用があったらおっしゃってください。丁寧に挨拶して出て行こうとするのを。しばらくお待ちを願います。花草一郎は呼び止めました。何ですか、花草君。これは非常に大事なことですから、 はっきりお答えを願いたいのですが金庫の合言葉を知っておられるのはあなたと先ほども申した通り私と私の娘だけじゃと思うがお嬢様はただいまお屋敷にいらっしゃいますかいや卓にはおりませんその出しの顔にはなんとなく市松の苦渋の色が浮かびます ではどちらにいらっしゃるのでしょうそんなことも言わなければなりませんかおそらくこの事件の探索で一番大事な点でございましょういやそんなはずはないこれは家庭の指示じゃ娘の在りかはしばらく聞かずにおいてください白け渡った一座の空気を後に園田氏はもうドアの外へ踏み出しております もう一つお願いがあります何です金庫の中にはもう大事なものはありませんか何にもありません残った機密書類は外務省へ預けましたそれではこの事務所の警備をすっかり解いて平常通りにしていただきたいものですがいかがでしょうとを言うと犯人は 今晩晩、か遅くも明日の晩盗んだ機密書類を返すためにもう一度ここへ忍び込んできますえそんなことがありましょうかそれは確かです伝統は高校とつけて5人も7人もの人間が一晩中見張っていては返したくとも返されませんせっかく返そうという意思のあるものを返さないのは嘘ですできるだけ 犯人に便宜を与えてやりましょう。どうなとよろしいようにやってください書類を返してもらえればこれほどありがたいことはないのですからお喜びになるにはまだ早いかもしれませんがとにかく書類だけは間違いなく帰りましょうどうかそうあってほしいものですな異様な心持ちで帰っていく試写の後ろ姿を見送りながら 花草一郎は爪を噛みます事件は非常に難しい最初からやり直した園田氏の娘というのがこの事件になんか関係があるのかいあるかもしれないがないかもしれないとにかく二晩ばかりこの事務所を空っぽにして相手の出ようを見よう俺の手にはもう切り札はない花房一郎は たる顔を伏せてそこの知れない瞑想に落ちていきますその翌々日花房一郎から千草十次郎へ勝ち誇ったような電話がかかってきました千草君んか私は花房書類はとうとう金庫へ帰ったよ 元の通りそっくりそのままだ。園田氏は大喜びだが、事件はこれからが本筋だ。もし手が空いているなら、大急ぎで外交研究会へ来てくれないか。待っているよ。面白いことがあるんだ。素敵に。さようなら。言いたい放題のことを言うと、電話はぷツリと切れてしまいます。大急ぎで出かけて行くと、 千夜クロロホルムで麻酔させられた初期の小芝がもうすっかり元気になって会長室へ千草を案内してくれます会長室の前へ行くとこれで安心とはどうしても言えないのですドアを通して廊下まで筒抜けの園田氏の声クセ者の,の仕事はこれから始まるのです花房一郎の声もそれに劣らずりんりんと響きます これでは秘密の相談などができそうではありませんノックして入っていくとお、っ千草くんちょうどいいところでしたそのた氏は除災なく立って迎えてくれます書類が返ったそうでまずご安心でございましたところが千草さんそれが一向安心でないと花房くんは言うのですよ そして、くせ者の,の仕業は、これから本筋に入るのだと私は申しました。花房一郎は、眉も動かさずに、事務的な調子で拷問します。本筋それはどんなことですくせ者は、秘密書類の本物に必要がなかったのです。言い換えれば、あのコピーが欲しかったのです。え 私が本筋と申すのはこれですおそらく誰かに売るつもりはないでしょうが政府の反対党か新聞があの書類のコピーを必要だったのでしょうそんなことがあるでしょうか他に考えられませんそれに私はくせ者の写真を手に入れてますますその考えを強めましたくせ者の写真 園田氏も千草も花草一郎の言葉に思わず驚きの目を見張りましたこれですご覧ください花草一郎は騒ぐふうもなく各種の中から手札型の写真を取り出して二人の前へ押しやりました写真は台紙にも何にも貼らず大急ぎで焼き付けたばかりと見えてまだ生々しく濡れておりますが中折れ棒をぶかに ハンケチで下半分を隠したくせ者の顔が非常に明瞭に映っておりますネズミらしい中折れの下から縁の太いロイドメガネの光っている具合ハンケチの下からほんの少しばかりですがヤギヒゲの覗いている具合どう見てもそれは東京新報の記者高木哲也の肖像でなければなりませんこれを 高木の写真じゃないか？ちぐさ十字路が驚きの声を上げると同時に。おお、その出しはほとんど真っ青になってしまいました。どうなされたのです。その田さん。いやいや、こんなはずはない。こんなはずはない。その出しはけがれたものを見せられた。人のようにかたくなに写真を花房一郎の方へ押し返しながら。 とても信じられない花房くんこの写真はどうして撮ったのですいやどうして手に入れたのですお互いはもっともですがこれは決してごまかしや偽物の写真ではありません確かに昨晩書類を金庫に返しに来たセモ者の写真ですこう申したばかりではまだご信用がないかもしれません実はは、この写真は 市街光線で撮った写真なのですもうすまでもなく写真の甲板は紫外光線を一番よく感じますウルトラバイオレットレースというのは太陽の光を七色に分解した時墨色の外へ来る人間の目に見えない光線でこの光線を取り出すことができると闇の中でも自由自在に写真を撮ることができるのです人工的に紫外光線を出すには ギバ太陽灯を用いてもよしクーパーフィリット灯でもよしいろいろ方法はありますが要は水銀灯へ電気を通して発光させればいいのですもっともそれだけではまだ人間の目に見えますからそのランプか可視光線を吸収して紫外線だけを通す特殊の遮光症の中へ入れておけば人間の目にはほとんど光が見えませんが写真は十分に撮れます遮光症というと面倒ですが ニッケルで着色した黒いガラスでそれには30651というガラス番号までついております私は金庫の中へこのランプを装置してドアを開けると一緒に点火し同じく金庫の中へ装置した小さい写真機のシャッターを自動的に動かして一瞬にくせ者を写真に撮るようにしておいたのです一向た愛いもないおもちゃみたいなものですが お望みなら後で実験してお目にかけましょう。花草一郎の説明は回帰を極めますが、その氏はもうそれをさえ聞いてはおりませんでした。失礼だが、私はちょっと駐座して出かけてきます。多分三十分と経たないうちに帰るつもりです。どうぞ、それまで待っていてください。候として座にも絶えないように立ち上がって、 いずれともなく出ていってしまいました<だ>どうしたんだ花房くん俺には一向わからないが今にわかるよだんだん事件が面白くなるだろう園田氏はどこへ行ったんだそれも今にわかるよちょっと考えさせてくれ。 私にもまだ一点だけ疑問が残っているんだたった針の目ほどの疑いだがこれがなかなか難しい花房一郎はそれっきり黙ってしまいました10分20分30分やがて小一時間もたつと思う頃玄関から廊下が急に騒がしくなって勢いよく沸いたドアの陰か,から

黙ってこっちへ来なさいお前に見せるものがあるお父様そんな乱暴なすって何が乱暴両親の顔に泥を塗って、それでも飽き足らずに、父親の首へ縄をかけようとする不幸者には、これくらいのことではまだ手ぬるい女記者、園花江は、やはり園田氏の霊場だったのです。 自由に憧れてこの美しい霊場は父と仮面とに背いて分泌労働者の群れに投じとうとう名を変えて東京新報の女記者になりおわせていたのですが本人は素性をひし隠し急兵な家族の者は仮面に恥じて霊場の行方とその奇抜な職業をおくにも漏らさなかったのです花江、この写真を見ろ これは、お前を誘惑してそんな職業へ引きずり込んだ高木哲也じゃないか。少しばかり再起があるようだからと思って目をかけておくと、いつの間にかお前に悪知恵をつけて、女分子やら女記者やらにしてしまった不都合な男だ。実にけしからん奴だ。まさか泥棒をするとは思わなかった。お父様 それはあんままりでございます。高木さんがいつ泥棒をしました父親の園田氏に小包のようにつかまれながらも美しい花枝はあまりのことに必死と逆らいますこの金庫から重大な機密書類を盗み出しコピーを取って原本を返すところを紫外光線写真でこの通り撮られたのだどうだお前の崇拝する これが高木哲也の姿だ。立派だろう、うんそんなことはございません。それは何かの間違いです。高木さんは、そんな方ではございません。何を言う証拠はそればかりではない。この金庫の合言葉を知っているのは、私とお前ばかりだ。 自宅の金庫は亡くなったお前の母親の名を合言葉にし、事務所の金庫はお前の名の花枝を合言葉にしてあることは、私とお前より他に知ってるものがあるはずはない。お前は、高木にこの合言葉を教えて、金庫の中から書類を盗ませたろう。 あの書類の内容が世間へ発表されると、私は腹でも切らなければ申し訳が立たないことになる。さあ、この上の迷惑をかけずに、教えたら教えた、盗んだら盗んだとはっきり言え。ここには警視庁の花房くんがいる。電話を一つかけさえすれば、 三十分と経たないうちに高木哲也は縛り上げられるのだ。お父様、そんなことはございません。私が何にも知らないくらいですから、高木さんが金庫を開ける道理がありません。美しい花江はひしひしと膝に取りすがって、いじらしくも涙に濡れた目に父親を見上げますが、燃え盛る父親の憤怒はそんなことではなだめようもありません。 花君電話をかけてくれた前一刻も早く高木を縛らせてコピーを回収しなければならんかしこまりました卓上電話に伸びた花房一郎の手へ砕かれた大輪の花のように体ごとすがりついた花枝は待って待ってください花房さん金庫を開けたのも私書類を取ったのも私です 高木さんは何にも知らないえ高木さんは何にも知らない私に頼まれて書類を金庫に返した時運が悪く写真を撮られてしまったのでしょうなんということだそれがそれが人の子の道か見下げ果てたやつ園田氏はさすがに手は下しませんが 床の上へくず折れた美しい娘の上からきっとにらみつえて、思わずモザイックの床を踏み鳴らします。コピーは今返させます。私に電話をかけさせてください。はい夜のよ,ように卓上電話をつかんで泣きじゃくりながら番号を呼ぶ花江の顔は恐怖と激動に震え歪んではおりますが、真朱色の蒼白さの中には。 恋人をかばおうとする女の不思議な美しさが発散するのでしたこのまま許してやればいいのに千草十次郎はあまりのいじらしさにそんな気にさえなるのでしたが父園田氏の容赦せぬ顔と花房一郎の冷たい目とを見ると部外者の千草にはどうしてもしようがありませんそのうちに高木哲也が電話へ出たようですああ、 あなたは高木さん私は花へあのコピーを返してください父の手元へええ機密書類のコピーですよ外交研究会の事務所の金庫から出たわかりませんか私は今事務所にいるんです いえいえ、い,いえい,いえ、いらっしゃるには及びません。コピーを返してさえくだされば。わかりませんどうしたんでしょうそんなはずはないんですが。今大変なのです。紫外線写真であなたは写真を撮られたんです。ええここへいらっしゃるそれはいけませんわ。父と花房さんと千草さんがいらっしゃるんです。 コピーは、ご存じない。どうしても花枝は受話器を握ったまま途方に暮れてぼう然と父の顔花房探偵の顔千草十次郎の顔をじじゅんじゅんと見回しました8 高木哲也はとうとうこの一座の中へ飛び込んできました花枝の電話が容量を得なかったので自分から進んで外交研究会の騒ぎの中へやってきたのです高木、君は実にけしからん男だ。会長室へ入ってくる高木哲也の制服を見ると園田敬太郎氏はたまりかねて一喝を浴びせました何をおっしゃるのです。 高木は隠吟に挨拶しながらも園田氏の一喝を受けて思わずきっと立ち止まりましたロイド眼鏡ヤギひげ青白い顔までがなんとなく思想かじみて、機密書類を盗みそうな人柄ではありませんが同時に花房一郎の写した紫外光線写真のくせ者とは紛れもないほどよく似ております ここの金庫から機密書類を取ったのは君だろう何を言われるのです本気でそんなことをおっしゃるなら、その出しといえども許しませんぞ。無礼なことを言うなこの写真を見るがいいこれが君自身でないと言い切れるか突きつけた写真を眺めて。おぉ<ー>。高木哲也はうなるばかりです。 さあ、何よりまずコピーを返したまえそうすれば私にも考えようがあるこれには何か恐ろしい行き違いがあるようです私には何のことやら一向分かりませんなんという高価な温当な顔でしょう一旦の怒りを抑えてこう澄み切った目を見開いた高木哲也の顔を見るとどんな恐ろしい写真があるにしても この男をモ者と疑う気にはなれません。いや、誤魔化してはいかん。娘はもう白状している。花房くん、何を遠慮しているんだそやつを縛り上げてコピーを取り上げてくれたまえ。かしこまりました。それでは、ここでモ者を縛っても構まいませんでしょうな、園田さん。よろしいとも。これだけの証拠があれば、現行犯も同様だ。 ではごめんください身を翻した花房一郎高木哲也の腕をつかむと見せて後ろのカーテンをサッと引きましたその陰には一人の男驚いて廊下へ飛び出すのを後ろからギュッと首筋をつかんで引き戻しますああお,お,お前は小芝こいつが 機密書類の犯人ですよえっ一座の驚きは絶頂に達しました初期の小芝静雄は花房一郎の腕から抜けようとしてしばらくは死に物狂いで争いましたが恐ろしい合力に締め付けられて貧乏揺るぎもできないと分かると諦めた様子でそのまま床の上へへたへたと崩れてしまいます 9小遣いを呼んで探させると小芝のテーブルの中には横着なことに機密書類のコピーがそっくり保存してあります東大元暮らしとでも思ってこんな手近なところへ隠したものでしょうどうして小芝が犯人と分かりましたこの写真は高木君が写っているのは一体どうしたわけです 間の悪さも忘れて園田氏は花房一郎に問いかけますそれより先にこいつの始末をつけましょう園田さんこれはやはり警視庁へ引っ立てましょうかいやいや事件はなるべく表沙汰にしたくない他年の恩をあだで報ずるような心がけは実に憎むべきだがアホ払いにして我慢をしよう 書類が無事に帰ってコピーが手に入れば私の方はそれでよろしいそのた氏もようやく日頃の管轄な自分に帰りました聞いたか小芝このままで許すのは惜しいがご主人のおっしゃることも道理だその辺にまごまごしていると承知しないぞさあ西の海へすっ飛んで行け窓を開けて 長田町の往来へ小芝の体は放り出されてしまいましたところで花房君どうして小芝が犯人と分かったかそれを聞かないうちはどうも安心ができない園田氏はなお花房一郎を追及しますいや何でもないことですこの2日ばかりでいろいろ調べ上げてみるとこういうことが分かったのです小芝は 秘書をして長くお屋敷に出入りしているうちにご本人のいらっしゃる前で申しては何ですがお嬢様へ連着したのですところがそのお嬢さんは高木哲也君と親しくなられて家出をされてしまったので一つは恋がたきの高木君にあだをするつもり一つはあのコピーを反対党に売って大金をせしめるつもりであんな芝居を仕組んだのです 私が最初早坂勇君を疑ったのも大間違いでしたが紫外線写真で釣られて高木君を疑ったのも恐ろしい間違いでした犯人の小芝は恐ろしく猿知恵の回る男と見えて最初から県議が高木君へ向くように新聞記者の仕業らしく仕組んだ上書類を返しに来た晩はどんな都合で不意に人に顔を見られるかもしれないと思って ロイドメガネをかけてつけひげをしてすっかり高木くんに変装してきたのです危ないところでしたよ私ももう少しでだまされるところでしたがふと気がつくと高木くんは恐ろしい強度の金眼なのにこの写真のくせ者の,のメガネは同じようなロイドメガネでも全く度のない素通しのメガネなのですこれは誰が見てもわかります 説明されてみればなるほどと気がつきますがあまりの意外な成り行きにそうなしはもとよりぐさも高木も花江もぼう然としてしばらくは言葉もありません花房一郎はそれにかまわず言葉をついで「小芝のお顔はロイド眼鏡をかけてヤギひげをつけると高木くんそっくりになります」 違っているのは小芝の目が少し三拍眼になっているだけでこれは写真で見ても注意すると区別がつきます金庫の合言葉は初期長の小芝が一番知る機会が多いわけで園田さんが金庫を開けられるのを始終見ていれば恋する者の,の敏感さで合言葉が令状のお名前になっていることはすぐ気がつきます鍵だって同じことです初期の小芝は、 一番手にに入れやすすいい地位にいることはままでもありません食堂のガラスを外から叩き割ったのや塀を乗り越えた後の細工などはどんなにでもできます最後にこの部屋のカーテンの陰に隠れてこの場の様子を見ているのが小芝と分かればもう疑う余地がありませんいきなり引っ取らえて頭から脅かしてやっただけのことです しかし、実によく企みましたよ。自分でクロロホルムを嗅いで、犯人に麻酔させられたように見せるくらいの癖物ですから、慣れたはずの私でも、もう少しで一杯引っ掛けられるところでしたよ。こうとき進めてくる花房一郎の態度には、淡々として何らの誇らしさもありません。ありがとう、花さくん。おかげで、何もかも無事に済んだ。 そのだ氏はいつから立って心からなる感謝の手を述べます。いや、そのださん、まだ一つ済まないことがあります。花部さは意地悪く手を引っ込めながら、そのだ氏の顔をあおいでつけつけと言います。まだ一つ。どうぞ私のブレをお許しください。もう一つ済まないことと思うのは、お嬢さんと高木くんの問題です。 高木君はまれに見る人格者でお嬢様のお連れ合いとして決して恥ずかしい人間ではありませんどうか高木君を一度でも疑った罪滅ぼしにこの似合いの2人の手を永久に握らせてやっていただきたいのです宣告高木君を犯人と思いながらも最後までかばおうとしたお嬢様の犠牲的な態度で若い人たちの心持ちは十分お分かりでしょう この事件で受け持たれたお嬢様の役割は実に素晴らしいものですそれでは皆様千草君は私と一緒に帰ろう君にもとんだ心配をさせちゃったなぁ花房一郎は丁寧に一遊してそのまま廊下へ出ようとしましたああ待ってくれたまえこれほどのお骨折りに早速お礼をしなければ私の気がすまない い,いえいえ警視庁の勝利がこれしきのことで謝礼を受けてはすみませんお嬢さんと高木君を並べて市街光線写真でも撮ってくださればそれで私は十分です美しい花枝と高木哲也の決まり悪そうな顔を後に二人は小走りに午後の町へ出ましたどうだせいせいしたろ外は、 美しい冬の日より花房一郎は大きく立ち止まって新しい空気を吸います「カフェシれねえでも行って独り者同士のきでもあげようかよかろう」二人はいつの間にやら手を組み合わせておりました。